ライブでね、もうすごい大好きな曲ばっかり歌わせてもらったんですけど、なんか中でなんか夢をかけるってね曲をね、歌わせてもらって、あとはレッドハートハーチャマのね、英語のさオリ曲なんだけど、まあ、ハーチャマのオリ曲英語のやつしかなかったと思うんだけど、そうレッドハートって曲をね歌わせてもらったんですよ。いやすごい大変だったよ、なんか覚えるのがまじ練習ね本当に頑張ったよ。いや英語の曲って難しいなってすごい思ったね。なかなかに難易度高かったわ難しいよ、なんか歌詞カード見てもわかんないからね。そう全部さひらがなでさメモったりとかして、なんかもうでもみこみこね、よく歌詞カードとかにメモったりとかするんだけど、なその歌詞カードめっちゃ汚くなりがちなんだよね自分がわかる程度のなんか書き方をしちゃうわけよね。ちょっとこれ見せるわ。いやめっちゃ汚いよマジでこれねめっちゃ汚くない？これね、4ページぐらいあるわけよね。めっちゃ汚いのわかる？ラララうー書いたんだよ。マジでね、こんな感じだった。自分が、覚えやすいとか、なんか、言いやすいように書いて、ここはいらないんだな、みたいな感じで、こうなんか、本当にね、難しかった。で何度も書き直してるから、なんか、どれが正しいんだっけみたいな感じで、わかんなくなって、もう、って思いながら覚えたよ。いや、でもさ、やっぱ、ねえ、そもそもマハーチャマのこと好きなのもあるけど、ホロメンの曲を歌うって結構緊張するよね。大事な曲だからさ。でも英語はむずい。いや、みこさ、もうね、終わった後ハーチャマに言ったもん。いや、これ本当に英語になってた？つって。みこはわかんないからさ、英語わかる人が聞いたらさ、なんかもうよくわかんない呪文唱えてるみたいにならなかった？って。ミコもね、思った。昨日はね、もう完全にハーチャマ落ちてるなって、確信したんだ、ミコも。そう、完全にハーチャマ落ちてます。なんかさ、ホロキアもさ、ハーチャマさん、ずっとミコのこと使ってくれてるしさ、なんか、ちょっとね、これはね、完全に落ちてますよ。あはははは。ちゃま優しかった。てんた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